犯罪者とはいえ人の命を奪ってしまった。今回の事件では許されるんじゃない？そんなことはない。越えてはならない一線がある。越えれば必ず自分を失う。心の中の鍵に背けば底なし沼に足を取られて沈むだろう。悪魔に心を売り渡したら二度と自分を取り戻せない。制御できない地獄の炎に自ら焼かれ苦しみの中果てるだろう。守り抜けその無念の揺るぎない正義だけは何者にも戻されず自らが神になれ。わかってるその背中を近くで見てきた。自分を貫く姿勢受け継ぐつもりさ。